数年前の元職場の方の式、披露宴のラストで、新婦、義実家、新郎、義実家へ手紙を読むというイベントが、新郎の手紙は、大事にしますのような内容で、参列者もほっこりしながら見守っていて、滞りなく終了。新婦の手紙も、新郎を立てて支えて、幸せな家庭を築きますという感じで、何も変なことは書いていなかった。が、途中で新郎母が切れた。読んでいる最中の手紙を奪う、破いて。あんたなんかにあげるために育てたんじゃない。水物商売の保険に、大手企業のうちの息子を騙したんだろう。息子は不幸になる。下げマン。息子は結婚なんてしなくていいんだ。ずっと私たちと暮らすんだ。とバリ雑言。新婦は、すごく稼ぎの少ない兼業作家。普段は会社員で、こちらは普通の稼ぎ。新郎は、確かに大手にお勤めだけど、もともとは、新婦と同じ中小企業で働いていて、私の元職場。新婦の親に認めてもらえるくらい稼ぎたいから、と大手に転職した方だった。もう、周りもカイポカーンとしてしまい、スタッフの方もあっけに取られてか、誰も微動だにしなかった。結局、新婦がその時使っていたマイクで、すいません、お母様のおっしゃっている意味がよくわかりません。とコメントして、その言葉で会話れに帰って進行が進んだ。夫婦は本当に仲良しで、未だに、新郎も新婦にベタ惚れだし、仲睦まじい二人なんだけど、あの姑は苦労するだろうなぁ、と思った。新郎自体は、品も良くて、確かに、条件の良い子だけど、私なら絶対に結婚しないから、相当愛し合ってるんだろうな。最近、その新婦に久しぶりに会って、お姑さんとどう?と笑い半分で聞いたら、いい感じでやってるよ、と、黒い笑みが返ってきたので、なんとなく詳細は聞けませんでした。